バリンジャークレーター前傾上空からの前傾周辺施設も含む円傾周壁南側からの近傾宇宙から見たバリンジャークレーター NASA のランドサット衛星画像クレーターの底部に設けられた施設周辺バリンジャークレーターはアメリカ合衆国アリゾナ州フラッグスタッフ中心部から東南東約 60km に存在する衝突クレーターである 他の故障については講述する。北緯35度一部38秒成形111度一部22秒、北緯35.02722度成形111.02278度、35.02722-111.02278 35. に所在。このクレーターは、日本語では、バリンジャー隕石港、バリンガークレーター。 バリンガー隕石港とも表記され、アリゾナ大隕石港、メテオクレーター、メテオールクレーター、ミーティアクレーターなどといった別名でも呼ばれている。バリンジャークレーターは、今から約5万年前に地球に衝突した隕石によって形成されたクレーターであり、直径約 1.2km、深さ 200m である。クレーターを取り囲む周壁が特徴的で、 周囲の平原からの高さは30メートルである。バリンジャークレーターを形成した隕石が衝突した時代、バリンジャークレーターが位置するコロラド高原は現在よりも寒冷湿潤な気候であり、マンモスや地上を生け物が生息する草原地帯であった。バリンジャークレーターを作ったのは直径約30から50メートルの鉄金属隕石である。隕石は 太陽よりも輝かしく燃えながら大気圏を通過し時速4万キロメートルを超える速度で落下したと考えられる。そして地上に激突した隕石は凄まじい爆発を引き起こした。そのエネルギーはツングースカ大爆発の3倍を超えると推測される。この爆発は総重量は1億7500万トンと推定される岩石を掘り起こし、 穴の直径 1.2km、深さ 200m のクレーターを残した。周辺からは30トンもの隕鉄の破片が発見されており、周辺のディアブロ峡谷の名を取って、キャニオンディアブロ隕鉄と呼ばれている。衝突地点では、あらゆる物質が誘拐、気化し、高温高圧によって炭素からダイヤモンドが生成された。衝突によって生成されたダイヤモンドは、 クレーターのごく近くとディアブロ峡谷でのみ発見されている。衝突はマグニチュード5.5以上の地震を引き起こし、クレーターの外側にあった30トンの石灰岩の塊を突き動かした。衝突地点から半径3キロメートルから4キロメートル以内の生物は衝突と同時に死滅した。その後、衝突によって発生した巨大な火の玉によって、 半径 10km 以内のあらゆる物質を焦がし、時速 2000km に及ぶ衝撃波が半径 40km 近くまで広がり、半径 14km から 22km までのすべてを何もない荒野に変えた。しかしながら、この衝撃が地球の気候に大きな影響を及ぼすことはなく、100年ほどで動植物が再び根付いた。 バリンジャークレーターを最初に発見したのはアメリカ西部への入植者であった。発見された当初、多くの地質学者はバリンジャークレーターが火山の加工であると勘違いしていたが、1903年に鉱山技師のダニエル・モロー・バリンジャーが巨大な鉄金属隕石の衝突によって形成されたクレーターであると指摘した。 バリンジャーが経営する会社であるスタンダードアイロンカンパニーは1903年から1905年にかけてクレーターに関する研究を行いバリンジャークレーターは隕石の衝突によって形成されたクレーターであるという結論を下した1906年にバリンジャーは共同経営者である物理学者ベンジャミン・チュー・ティルグマンと共にインパクト理論を裏付ける証拠を示した 彼らは、米国地質調査所に、最初の論文を提出し、この論文は、フィラデルフィアの自然科学アカデミー会放で発表された。その後、衝突によって発生した高温高圧の痕跡が、ユージン・マール・シューメーカーの研究によって示され、バリンジャーの仮説が証明された。宇宙からの飛来物の衝突によって形成されたことが、証明された地形は、 バリンジャークレーターが初めてである。周辺から30トンもの陰鉄が発見されたことから、バリンジャーは、クレーターの底からはより大量の陰鉄が発見できるものと考え、その総量を少なくとも1億トンと推定した。バリンジャーは、仕事でアリゾナ州のツーソンを訪れた際、知人からこのクレーターの話を初めて聞いたとき、 クレーターの地下に埋まっている巨大な鉄やニッケルを掘り出しておもうけしようと考え、現地を見もしないままクレーターを買い取っていた。その後、60万ドルを費やしながら1929年までの二十数年間にわたって掘削を続けたが、小さな隕石のかけらは見つかったものの金になるようなものは出てこなかった。そんな状況の中、1929年に、 数学者のフォレスト・モルトンの研究によって、クレーターを形成した隕石が直径数十メートル程度だったという論文が発表された。資金繰りのため掘削資金を調達してくれていた投資家たちに掘削中止の電報を打った翌日、心臓発作によりバリンジャーは亡くなってしまった。今日、実際に衝突した隕石の直径は約三十から五十メートル程度しかなく、 隕石のほとんどは衝撃のため蒸発してしまったことがわかっている。このクレーターはダニエル・モローバリンジャーの家族が現在も所有している個人の私有地である。観光業として世界中からツアーが組まれているが外縁から内部を覗くのみでありそれ以上の立ち入りはできない。外界から孤立する環境であり砂漠気候でもあることから 宇宙関連の研究施設があるとされているが、詳細は、機密事項である。NHK のテレビ番組、NHK スペシャル地球大進化46億年、人類への旅では、バリンガー隕石港、放送大学のテレビ番組、太陽系の科学第7回、地球型惑星の比較では、メテオルクレーターと紹介された。数値は資料によって異なり、 百科事典マイペディアや世界大百科事典、大地林では深さ180メートルとある。ありがとうございます。